お疲れ様です、ラットです。今日はですね、こちら進化テスラやっていきます。さあ、ここ最近ですね、この防衛専用テスラがね、地味に話題でさえなんか結構増えましたね。最初はなんかこの守り専用だから、まあなんかね、テスラを進化させるぐらいならその攻めでも使えるね、そのナイトだったりアーチャーだったり、やっぱ他のカードを進化させようみたいななってたんですけどもここ最近はね、そのまあドリルが強すぎるからこそっていうのもあるかもしれないんですけど、進化テスラ評価されてます。はい、だいぶね、まあ、本当に守りに関しては最強なので、テスラで守れてさえしまえばというか、他で削れてさえしまえばね、テスラで守れるんで、このねドリルプラスの端前ボンバーポイズンみたいな、どう頑張ってもちょっとはダメージ入るよねみたいなデッキとのね、組み合わせがものすごい強いです。はい、なので、まあ、このドリルデッキだったり、まあ、あとは、まあ、クロスボウですね。はい、クロスボウで、まあ、最悪引きこもってファイブウッドでちまちま削れるクロス、まあ、あとだと枯渇にもね最近いますね。はい、まあ、アイスピア当たり前に進化してこないので、なんか枯渇クロス、まあ、ホグとかも進化テスラが地味に増えましたね。はい、よいしょ、マジで突破できないですね。まあ、進化時のステータス調整でいうと、まあ、HP 強化があるっすよね。 HP 強化があるし、やめて、うぶれ、怖い。あとなんかスタンっていうんですか、なんかスロー効果みたいなね、一瞬相手を凍らせます。はい、なのでどう頑張っても止めれます。はい、次、まあ、シンクロイジャーですけど、相手進化ですら置けばさすがに守れるんじゃないかなと思っています。さあ、今回相手はでもなんか守りが硬いな。はい、硬いんですけど、まあなんとかなるでしょう。ちまちまね俺は削っていくので、その分相手の攻めを守んなきゃいけないよね。よいしょ、さあ来た。でも進化ボンで生きてー。これ相手あれだな、新エーテルウジってなんだこれ、変なデッキだな。いっちゃいましょう、こういうね。これでも確実に削れるんで、からの、さ、進化テスラは最強で止まります。止まってくれる。ファイブを打たれてもあんたはもっと固くあってほしかったが、まあいいでしょう。もうゴリゴリいきます。でゴブリンだったんで攻めウッドまで、まあ、用はないけどしゃーなしでね、行ってきます。これゴブリンまで相手出さなきゃいけなくない？おつ、これ抜きます。でここにハンターとか来るのを延命したい。スキャイスピでね、え、結構入るよこれ、やばい、だが寝てるよ、熱い、熱すぎる。いやマジでボンバーぶっ壊れすぎる。さあ、でこれもポイズンで削ってウッドでしばいて、もう一回ドリル行ってもいいで、なんならで毎回手前だったんで横ぐらいにしてもいいでしょう。だからまあシンプルにね、進化してなくてもテスラって強いんですよ、シンプルに。なので、まあ、わざわざ本当に進化させる必要はないんですけど、まあ、テスラのいいところとしては引き込まれます。はい、最初も初手テスラとか置いても、まあ、ぶっちゃけね、ぶっちゃけそんな損がないというか、結構相手もうわ動きにくってなるんですよね。ユニットシャアなしで出してくれて、それもテスラで回収できたりするんで、まあ、早めに置けるんでね、進化を回せるっていう部分でもだいぶね、はい、壊れてはいる。よいしょ、今の延命したかったけど、まあいいでしょう。で今日も今日とてまだね、ちょっと海外の方に旅行来てますんで、なんか前の動画のコメントで外ブーンつってバイクの音がうるせえみたいな書いてたんですけど、はい、ごめんなさいうるせえんですよ、俺だって思ってます。はい、どうにもできないんでね。はい、でドリルもゴリゴリ防衛に使っていきます。正直最終ね、ボンバーとポイズンドリルで絶対ダメージ入るんで、それまでに受けるダメージを抑えるっていうのが大事ですね。まあ、ゴーストも多分ペッカなんでゴーストを持たれてると思うんでね。でこういうのもテスラを一応ここで進化回せる、ちょゴースト咲いたら掘っていきます。まあ、待ってくるなら待ってくるでいいだろう。さあ、でこれね、もう先置きのテスラで言ったら回収できるんで、
でボンバーとかね進化カードを優先して出していきます。でこれね延命できそうならしてあげて、これ有能追加とかもねちょっとあるんでね、ないですね年会有能使いました。これリトプリ系だな。ポイズン打ってもいいけどね、ポイズン打ってもいいけど、まあ、打たなくたっていいな。これなんかボンバーでちょっかいかけたいよね。よしよし、いやマジこれがねインチキすぎる。2発2発どころじゃねえ、1回でさ2バウンドぐらいしてない今の。いやマジこれがねほんと強すぎて守れたら勝てるんですよね。しかも進化テスラでより防衛は最強で、ゴーストが来る、いけいけいけ、無理やり。まああとは防衛次第。うわやべえの来たー、なんかやべえの来たー、やべえの来たけど、こういうのはねドリルも防衛に使っちゃう。で工場バーバリアンってね強いんですけど、ちょっとした弱点がねあれっすよね、進化テスラとか、まあ、アイスピだとか、なんかザップだとか、なんか止められるとねちょっと弱いっすよね。え、マジで怖っ。え、よく耐えたの俺マジよく耐えた、おぶね。さあ怖すぎる。で端前の居抜きとかもない。マイティ、うーん、いやいでいでい、うつけんな、触れんじゃねえ。いやー、まあ耐えたけど耐えてないみたいなとこあるっすよね。いやーゴーストさえてくれたのはでかいが、さあまあまあまあ守れます。うちはテスラです、守るしかないんです、勝つにはね。え、相手シンクゾップよ。いやでもガンインしてくれるの美味しいの。ガンインしたらもう防衛はイージーで、さそこに使ったら行きましょうか。これ進化やばい、待って進化テスラがずれるなんていう事件が。いやでもこのスタンが強い、でかい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 。いやマジでよく耐えた。いやこれのねスタンが強い、言うのが一瞬足止める。でテスラの位置が悪すぎるテスラの位置が悪すぎる、なんだこれ。いやポイで削れる。いやこれさ目覚まさんかな、あの子。こっちに寄せればスタン入るか、スタン一瞬凍ります。マジ強いな、凍らしてくれんのが助かりすぎる。でもテスラ置いとけば相手勝てないでしょこれに。よいしょさあテスラがね結局ね進化してようがしてないがどっちだろうが、遅れて出してもね相手一瞬ね凍らせれるんで、それもまた強いっすよね。やばい、もう終わりみたいな状況でもひっくり返せる、速攻性がありますね。いや危ねえなマジテスラでも本当に注意すべき点は一つあって、よくずれます本当になんだろうね、なんでこんなずれるんだろうねテスラって。マジですぐ1マスずれるんで、ユニット釣れないとか夜よくあるんで気ぃつけないといけない。あマジでねそのテスラがないのがもう許せない。なんでそのホングに対してテスラない、これもあるあるです。はい、テスラに限らずいつもないです。よいしょ、まあ他はもうね進化を出すだけなので変わんないかな。この辺もキング起動したいっすね正直、アイスピで近畿だけしてしまえばもう怖いものはない。痛いなその一発。まあ相手もテスラか。おいこれやばい、めっちゃ入るいけ、マジめっちゃ入るぞ。まあ、2発、いやでも2発にしては入りすぎてんなこれ、どういう入り方をしたんや。まあ、1発で2バウンドが2発入ったみたいなのがあるね。さあもう相手もね笑顔です俺のおかげでよかったね、クララを楽しめてる、感謝されてる。やばすぎる、テンション上がりすぎやろこいつ。もうちょっと冷静になれ、冷静さを失った瞬間もう君の負けではある。さあ俺だってドリル入ってはねえのかな、わかんねえな。まあこういうのはテスラ温存してもいいね。まあでも端前ロケコだけ、やべ端前ロケコだけっつって来そう
動揺が、俺の方が動揺してるか。まあ、ネクスト進化テスラとか来んのかな。え、ボンバーこれタワーまで行けん？一発？おーい、強っ。初撃が強えな。こういう、お？まあクエイクとかがあるでしょう。言うてね、キング起動してるんだこれ。さあ、で真ん中の方に寄せてしまえば進化ナイトでも仕留めれますよと。さあマジこっから本当ドリルポイズンしまくって、ドリルポイズンしまくって、なんだ、テスラ置くだけで勝てるっす。でウッドでねしばきます。もう一枚無理やり使わしたいね。でロケコとかで警戒しなきゃ大ダメージ入っちゃいますけど、大丈夫ですかお兄さんと。でまあ進化ロケコね、怖かったら棒っぽい張って逃げちゃうのもあり。よいしょ。いやポイズンマジで壊れたな普通に。おこれ、これ止まります簡単に。多分テスラだけでいいんじゃない。それは言い過ぎか。もう一個下ぐらいに置いとけばよかったっすね。位置が悪かった。よいしょ。さあ絶対に不可能、守れるもんなら守ってみなさい。あ、ホグライダーがホグライダーがどっか行っちゃった。おい、さあ喜んでもらえて俺は幸せですよね。にゃー、マジこのプリンセススタンプかわいすぎる。そして行くか、ラッキーボックスね。ちょっと今海外いるからバグってウルトラ出ねえか。マジ一回も出たことないんだよな。 20% で上がります。えっ、マジであるよ。これ 25% でレアからスーパーレアです。スーパーレアは一度だけ出たことあるんですよね。ちょ、ウルトラ初めて行きます。ここで上がれ。うわー、終わった。あー最初にレアに上がってからの2連チャン上がんないの結構ナイルっすね。まあ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 、ギリ許せるか。レアなだけね、 50% でノーマル箱ですから。さあ、でもこういうのとかも正直進化テスラ置いたっていい。置いちゃって進化を暇なんで貯めてもいいが、まあ、あー横ね、横ずらすタイプね。なんかドリルに対してアイスピもちょっと強いんだよな最近。なんか初撃早すぎてゴブリン出てくるのがか、まあはみ出るんですよね。すぐはみ出るんですけど、凍らせることによってそのはみ出るのをカバーできるんですよね。だから結構強い、ドリルに対してのアイスピ。よいしょ。少し前はねファイスピがものすごい流行ってたんですけど、いやなんか嫌だなテスラ対決みたいな、テスラ対決みたいになってるやん。よっからなんかおばちゃんの声聞こえるし。よいしょ。動画で入ってるかわかんないが、めちゃめちゃおばちゃんが笑ってる。朝8時から盛り上がってんな。よいしょ。まあ進化ボン攻めで使いたいけど、まあいいでしょう。あー、やべ、これ強すぎるよ。いやこのアイスピもちょっといいな、入らんだろ。さあ相手ブラスターならちょっと美味しいな。タワーのさ最初700ぐらい少ないの、これによって勝てるとかないかな。まあボンバー出してね。まあ痛いね痛いね、結構痛いね、結構痛すぎるね。削りに行きたいねこれ。気づいたら俺の最初のタワーダメが、えっ、いやでもこれきつい。ボンバー入る、でかい。え、ボンバー強すぎるね。いやー進化ないとか、なんかまあボンバーが嫌っすね結局アイスピスケウッドとかで勝てそうな気もする。アイスピーからの、あーえら、危ね、いや怖え。まあこっからマジでお互いこの削りしかないっすね。いきます。ケツナイティも最強ではあるけどね。え、警戒がすごいね。さあこのでも無理やりボンバーはどうかな無理やりすぎるかさあこれで一発入ってるんで、正直この削りによって勝てる。
よいしょ。いや、アイスピーな。で、本当にボンバーだけ警戒して、やばすぎる。なんだこの試合。うっ、よしマジマジで。ボンバーを決めたやつの勝ち。あー、それ嫌だね。そっちじゃねえよ。どこ見てんだよ。うわー、やべえか。いや、言うてダメージはね、大丈夫。ポイズン打って。怖えマジで怖すぎる。これでも次なんだ、わかんねえな。一旦飛ばすか俺も。プリンタワーだから許容がむずいね。え、気づいた、逆転されてる。ケツマイティか。攻めたもん勝ちみたいなやめてよ。いや、入ってんの。最低警戒せざるを得ない。これナイトが前に出てきたところを射抜く。そっちじゃない。うっ、待って、ウッドで耐えて。うわー、持ってねーっていうか、マジでなんで負けたん。なんで負けたかもわかんないんですけど、本当もね、こういうことですよね。ドリルが最強です。テスラとかもうどうでもよかったやん。ドリル対決の進化ですらマジで無意味ではあったけど、まあね、ゴレとかラバとか、まあ、それこそやっぱこういう大型にはね明らかに活躍してくれると思うんで、まあ、今回こそちょっと進化テスラね、進化テスラぶっ壊れやんってみんなが思うぐらい頑張りたいが、さあポイズンウッドでダークネクロを2秒で溶かす。でマイティでゴーレムを溶かす。ライドラ来たら1回撤退のテスラ。さあこのマイティね、潜ってもいいんですけど意外と時間稼ぎできてるんで、潜らなくてもいいか。1コス使っちゃうしな。あ、これは潜りたい。ここに関しては潜りたい。お散歩できん？ベビドラ右行ってほしいなあんた。いやー、まあまあ、てかベビドラ追加まで来たなら行っちゃおう。アイスピまで行ってウッドまで行っちゃってみ。ババとか来ねえ、やばすぎる。チーター疑われるレベルではあるが、まあ、ゴーレムイコールなんかバーバリアみたいなねとこもある。さあそしてこのデッキはカウンターというか回転が速いってことで、ドラドラだったっしょ。ババともう一枚陸何がいいの教えてください。ダークネクロこっちに使ってくれたらまあ美味しいよねの。さあこれ古虫か。あー、ヤナメね。まあヤサメ使ってくれたんですけど、いいですね。はい、美味しいね。焦がしてライドラ使わして、さあまあ同じではあるか。さっきとアイスピでこれ今ライドラ一瞬固めたらよかったな。まあベビドラが嫌だな俺は。ではタゲがさ、おかしくね？今のそっちに行くん。まあ耐えればいいでしょう。でまあウッドでいいか。どうせババだと思うんで、これでちょっとでも一発ぐらいでもダメージが。ゴブリンがはみ出ろ。はみ出ない。進化テスラあります、絶対守れます。さあ行きましょう。攻めながらのなんだろうねこれ。何で対応してくるのよベビドラ。いやー、進化ですら置いてもう166って勝ちかけんない。でポイズン貼ります、もちろんね。もちろんポイズン貼って、さあゴーレム止まる。ウッドでマイティも芝生、アイスピリ進化テストは延命とかねしちゃったりもあります。絶対止まるもんな。進化ですらマジ HP 高くなるのかな。優秀ですよね。ここ最近はなんかステータス強化がないユニットも多かったんですけど、付与されてるバルキリーとかも HP 強化が増えたり、
まあ、進化鉄路ももともとね HP 高くなったり、やっぱ進化はねステータス強化が強いね。特殊能力的なのもね、まあ、もちろん強いんですけど HP 強化かな、特にね。そこが優秀すぎる気はする。まあ、ボンバーに関しては HP って変わんねえか、 HP 変わんねえのにこの強さだもんな。ではもともと HP 強化されてたって考えたらバグっすね、本当に。これにねこんな簡単にしばけなかったよボンバー昔って。さあ、まあ、今度もテスラ置いちゃいます。突破できませんテスラが働くんでね、まあ、スケラかな、なんだろうね、遅延スキラっぽい風味は出てるんですけども、まあロイジャーとかの可能性も一応あるね。うん、さあボンバーでこれ削りてー。でドリルってそのもうバレてても二択です。飛ばす位置もう手前か横です、外側分かっててもだってこんだけ入るの意味わかんなくないですか。冷静にバレててもねいい飛ばし毒ではある、そんぐらい強いんだね。いやーテスラ強え。なんだこれなんだこのカード、行かれてはいる。まあマイティ出して、まあ遅延スケラっぽいので棒ポイ張ればいいね俺は。さあ来るアイスピマル、え、これ竹美味しすぎんあ、そういうこと、あー怖すぎんねこれ。え、待って近畿しとるよ、やばすぎる、でかっ。ここ耐えたら、え、てかゴブリンはみ出すぎじゃん。え？え？俺ドリル単品で飛ばしたっすよね。あ、今横に飛ばしたから相手墓石空振ってたっすね。そう、ドリルはもう真正面か外側の2択っすね。なんかウォールブレイカーがある場合はこの内側もね一応ありではあるんですけど、基本も外側か内が手前一択、バレてても入ります、強すぎます、やば。相手進化ボンバーね、最近スケラとかにもよく入ってるけどキング起動がねやっぱね終わりますよね正直。まあマイティ残んなくてもいい、別に散ってくれたっていい。さあ棒ポイもあるし、テスラをねさあ立てまくんのがやっぱ強いですテスラゲーなんだよな正直。陸もさ対空も何でも守れちゃうかんね、やべ、うん下手とか言うなよこの数学で、うっ角度でいけなかったな。なんか墓石とか、まあ、ボムタワーとかもうちょっとこう張れる前というかね、普通に真ん中ら辺に立ってたら斜めでなんかね射抜くことはできます。さあテスラね、いいね、結局ね、結局強いっす。進化は偉大、ホグっぽい。次の進化なんだろうな、楽しみだなね。呪文も施設もさもう進化しちゃったからさ、まあ次は空とかね、なんか空系来てなくないですか。コウモリか、コウモリが来てるけど、なんかもっとこうね初期で言うとベビードラとかもさめっちゃ進化しそうじゃない、この流れ。ナイト、アーチャーとかが進化してるじゃないですか、結構初期カードがね。ってなるとわかんない、俺の勝手な予想ですけど、まあベビードラ、あとはなんだろう、まあウィザードとか、なんかその辺はね進化あってもおかしくはなさそうかなと思います。来たら最高だな。まあさすがにね、なんか俺の好きなユーノとかマザネクとかメガナイトとかは、まあ、まだまだ来そうにはないけど、来たら嬉しいよね。よいしょ。いや、ボンバ強え。これ3発入ってます。まあ守れるかこれ怪しいな。ポイズン貼っちゃいます。怖っ。マジミニペ怖っ。危なっ。なんかザップを変に警戒しちゃったっすよね。ロケコもいたし、いやいいね、カッチカチやな、何でも守れるな。まだ進化してないテスラ、まあ、マイティもなたまたまゴーレムに強い。さてこういうのももう浮いちゃいます、
置いとくのが強いんだね。でモンバーもさよならします、ごめんねマジごめん、これテスラ延命しなきゃね、やばい、いややばいか、これロケホ相手2回使ったな。次進化ロケコ来るっすね、進化ロケコかつミニペツイカまで来る気はしてる。まあでも私は進化テスラ、いやーマジでライトニングね、いやでもライトニングもさ耐えるのやばくね、これテスラってマジ、えテスラってライトニング耐える硬すぎじゃない、さあやばいねロケット撃たれなきゃ突破されないみたいな、でテスラにロケットなんかね嬉しいっすもんね、諦めるかこれ、諦めはしないかなんだこいつって硬すぎんって、どうやったら攻めが通るんやって諦めるのも一瞬思い浮かんだが、よいしょからの行っちゃおうぜ、まあ、ポイまで打ってよそうだな、ゴーレム来たら射抜きますボンバーでね、うーん射抜けないねこれは、まあ控えめでね、でこれライトニング打たれた時に困るんで、まあ、倒れたんですけど早めにスケルトン出して、まあ、ゴーレム溶かしたいかな強すぎるんだけど、えマジで今ダメージ受けたっていうぐらいのね感覚ではあった、ライトニングぐらいか、防衛やばいな、でもう進化も合わせるしね、マジェチャーっぽい打っちゃうか、よいしょ、ダガーガール HP が多いな、これスキル流したらさすがに入んねえかな、ボンバー入んねえか、あー強すぎだなおい、ファルチェやば、なんだこれファルチェマジアちゃん、あまあまあフリーズとかトルネ、トルネありそうだなトルネマジアチェスキラなんか見たことねえけど、ちょっと強そうだな、まあ、マイティ手前いるんで横にするか今回、さあなんで横分かっとんやっていうね、おおさすがに抜けそうじゃね、スケでね、あー偉すぎる、でもスケラだったんでこれキンキン狙えるわ、ウッドのコストが欲しい、ウッドのコストが欲しい、ウッドのコストがない、うわーキング起動狙えたけど、まあまあまあ許せるか、えやばマジアチョモンク、なんだこれバルキリーファルチェ詰め込みデッキだな、いやーまあ文句文句だけちょっと怖いし、ファルチェもね、ファルチェめんどいな、ファルチェ文句ファルチェ、いや 100% って言ってもいいぐらいにあれは絶対あるんですよね、あの何トルネ、いやこれでトルネがないなんてオチがあんのかな、えおおありましたねさすがにこれダガー寝てるんで息毒っすね、でバルキリー出てくるっしょ、もう一枚、うわマジテスラが惜しいな、いやーもっと削りてえけどな、思ったより硬いっすね、ポイズン打っちゃうか、いやマイティ頑張れそう、さすがに潜っていいな、いやなんかこういうデッキで押されんのなんかやだな、こういうのがマジで強いんだよなね、ユニットのご利用しがねやば、えなんかタゲファルチいきそうでかっ、いや文句をキング起動に利用したいな俺は、まあまあまあ、ううう射抜けたなこのバルキリー、ちょっと外がうるせえな多分だけどだいぶうるせえな、俺の声入ってるかこれ、マジでうるせえ、なんか目の前で何やってんの
木切り倒してんな、俺。うるさすぎる。やばい。マジうるさすぎはする。ね、金起動もできてない。やばい。ちょマジで木がうるさい。ちょマジで木がうるさい。うるさすぎるし、ドリル入んなすぎる。なんだこれ。こんなドリル入んねえことある。座れちゃまずいか。やばすぎる。ちょマジで、うわ屈辱的敗北。マジでようわからんねんけど負けたし、キング起動しても意味ない。チュンチュンチュン、これマジで、ちょマジで、いやわ、なんだあのデッキみたいな、本当に雑音でゲーし、本当にどうなったんだよ。ってことで、進化テストでもね、あいつ嬉しいので皆さんもやってみてください。ではおっしゃ、またね。